はい、韓国マルニです。無事ですね、インチョン国境を着きまして、でそれから、飛行機じゃないよ、鉄道、地下鉄に乗ってソウルまで行きました。でソウルからミョンドンまで行って、でそこから歩いて、でミョンドン通りっていうのがあって、でミョンドン通りの、その何て言うんだな、屋台街を歩いて、でなんかちょっと迷った挙句、ホテルに着きました。でね、この韓国の街は新宿と東南アジアを合わせた感じかな。ミョンドンの景色はそんな感じですね。建物もそんな高くないけど、まあロッテのね、大きなビルがありましたね。で、部屋も綺麗で良かったです。ちょっと疲れちゃいましたけどいやー、地下鉄が何しろ1時間かかって、そうで、その後、まあ、30分ぐらいかかりましたかね。もう元でかかったんじゃないかな。なんかちょっと反対方向行っちゃって、でもなんちゃら通り、明洞通り付近のなんか屋台街は楽しかったんですけどね、ちょっと長く歩きました。で、夜ご飯どうしようと思って、いや焼肉とか食べたいけど、荷物置いて体洗って、それからかな。お風呂ついてんのかな。全然来たばっかりで、あ、シャワーがトイレと一緒についてますね。シャワーがトイレと一緒についてて、そんな高級そうな感じじゃないですね。仕切りもないですね。トイレと一緒ですね。そんな感じ。まあ一泊が7000円ぐらいのホテルだし、ここ丘になってるんですよね。ちょっと隣に山が見えますね。隣と言いますか、来るときにちょっと坂になってたんで、そう、そんな感じでした。意外とね、東南アジアっぽいっていうか、車が、なんていうの？車と歩道の境目がない感じ？ねえ。車が人が多すぎて通れないみたいな光景がありますね。案外そういうとこあるんだと思って。まあ面白いとこですかね。あとね、ハンガンっていう川？観光って書いて、そう、大きな川ありましてね。ハンガンの奇跡なんか言って、ね、朝鮮戦争後に急激に成長した、まあ、韓国の、なんか、経済成長のことで言いますよね。日本も支援してるんですけど、有償支援と無償支援で。アメリカが一番ね、お金出したんでね、18億ドルとか。で、日本は8億ドルぐらいお金貸したのかな。で、まあ、韓国人の努力もあって、ここまで成長したということです。でもね、昔の東南アジアっぽい雰囲気はありますよ。うん、昔の東南アジア知らないけど、こんな感じです。で、まあ後でね、屋台の動画編集してつなげてあげますので、それご覧いただけたらと思いますね。うん、そんな感じ。そうそう。で、物価はね。物価は高いとこがあれば安いとこもある。だから、同じくらい、平均したら同じくらいなんだけど。平均したら同じくらいなんだけど、マックは韓国の方が高かったです。はい。で、多分ね、お金持ってる人とお金持ってない人の差が激しいんじゃないかな、日本よりも。受験戦争っていうぐらいだからね、韓国は。ね。そう競争が激しいみたいな、ね、財閥、五大財閥にロテオも含めた五大財閥に入るための試験勉強が大変で、まあ、それを中心としたね、いい企業に入るために頑張るんだよね。まあそんな感じですね。やっぱロッテってすごかったです。ロッテの、ね、ショッピングセンターから、なんかパークみたいなところからすごかったです。はい、これからもどんどん韓国の魅力を上げていきますので、はい、お楽しみ。